はい、始まりました。ザ・ノイジーズ。よろしくお願いします。どうもどうも,どうもはい、いつもありがとうございます。今日はね、ちょっと、おです梅君がね、あの、健康に気遣って今、マスクを。 してますんでねあのいつもの綺麗なお顔が見れないんですけど、そちらちょっと今回に関しては、おまだね、まだコン,チコンチしていないということでね、<laughs> ただ風邪ひいただけなんですけど、咳がね、ちょっとひどかったんで、いやもうね、本当にあのこれからインフルエンザ、通年の流行り病になってますから、気をつけた方がいいですよ、マスクは本当に。ねうん、コロナとかそういうこともあるんだけど、それ以前にね。うん はい、マスクそう外していいことになってるけど、またしなきゃいけない時期になってるっていうね、まあまあ、ねもう、ほとんど気にしない人は気にしないけど、うん、まあ少なくともあの密閉されたところでいっぱい,い人がいるところ、まあ屋外でも祭りとかね、まあ俺はしたほうがいいと思いますよ。ねうん、だってもう、<あ><全>普通にインフルエンザ死なねえだろうって言っても。<laughs> 俺が10年ぐらい前行った時は死ぬかと思ったからね、それね、なんか俺一回。<laughs> もう、あの、なんだったら、あのうんうんなってる時ちょちょっと、盛大じゃないけど、ちょっと漏らしたからね、下ね、ほんとね。ひどくて。<laughs> 止められなくて、なんか。な <laughs> めない方がいいです。しかも、あそこからまた俺10年、うん、10歳ぐらい年取ってるからね。いやねいや怖,い怖い、そ、うんなこと。怖い、怖い。ということでね、えー、今回は、えー、同じようにね、人の命を奪う殺し屋の映画、ザ・キラー。 こちらについいいいてて語っていきたいと思います、えー、デイビッド・フィンチャー監督の最新作、ネットフリックスでね、もうこれは1か月ぐらい前なのかな、今、収録でいうと。う本当はね、我々ももっと早くにやる予定だったんですけど、うん、私が、ね、倒れてしまったのでもう、<laughs> だいぶ時間が経ってしまってあの、お互いにもうちょっと忘れ始めているっていう <laughs>。 <laughs> 頑張ってね、思い出しながら、<laughs> い,いや主演がねあ、皆さん大好き、マイケル・ファスベンダーさんね、はい、まあ,あの、珍しく、まあ、一時期ね、この殺し屋が主人公っていうのは、まあ、俺の年代からすると、結構昔にね、まあ、アラン・ドローンだったりとか、まあ、日本でもいろいろ殺し屋ブームってなんかちょっと、あのしかも独,独特のルールみたいなものがあって、うん、それを守ってる殺し屋みたいな感じの、ちょっとあったんですけど、 まあ、殺し屋じゃないけど、っ、まあえー、とルー,俺ルールがあるって意味では、ちょっと、まあ、トランスポーターもね、ちょっと俺ルールがあるって意味では。してあ荷物はのぞくなっていうね、確認見るなみたいで、ねうんまあ、フィンチャーがね、これもうフィンチャーが監督で、えー、マイケル・ファスベンダーさんが主人公ってい、ね、うのをね、かなりあのちょっと期待値があの上がると思うんですけど、うんうん、とにかく静かなタッチでしっかり作って。 てくれた何だろう小話的な感じいもともとはあの向こうの漫画だっけあバンドでしてかが原作なんですよねそれの映像からきちんけど<う>なんか聞くところによるとなんかもう全然別物になってるという話を。<laughs> す, <laughs> すごい気はねもうものすごいなんか期待をしてみると、なんか意外にこじんまりしてるんだけど、じゃあ、つまんないかっていうと、全くそうではないっていうですね、普通に面白く見たんですよ。で、見てるときに、これは笑っていいやつなのかっていの <laughs> だってさ、あのね、こう、もうすごいベテランの超すご腕の殺し屋役じゃないですか。うんうん だけど、まあもう、ね、見た人分かると思います。もう冒頭のっけから見せるわけじゃないですか。盛大に。<laughs> <laughs> 盛大に外すっていうね、その、<laughs> ね、標的を間違えて、殺しにせこんでって別のやつ殺しちゃったみたいな。<laughs> やべえやべえやべえってって。あっつって、ば、あの、たまたま重なるんだよね、これ。 女の人がなんか、あんだっけなんかちょっと、あの、なんかいるんだよね。ちょっと踊ってもらってるかなんかでなんか。よろめいたかなんかみたいな感じで、たまたまこの前に入っちゃって。あっバスーみたいな。で、あの、ふーって言いながら、急ぎながら、冷静にこうやって銃を片付けて、何事もなかったり、さっ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 て、あの、電動バイクかなんか、あまり音がしないようなタイプで、うん、くとか言って、で、あの、パトカー来るとなんか、 速度落としてる、隠したりして、それで行くと、ブーンって書て、さあ、パスポート出して、飛行機乗って、バーって、落ち着け、落ち着け <laughs>、ね、って。すべての行動がさ、<laughs> もうあざ鮮やかじゃないですか、すべてこう、計算通りでやってるんだけどで、その殺し失敗するまでもさ、延々とその、モノローグでさ自、自分のその流儀をさ、このプ、<laughs> プロたるものを、決して何や、なんかその <laughs>、準備に怠るなみたいな、アドリブはするなみたいな。 散々入ってて盛大に外すっていうさ<笑>爆笑しましたけどね俺そこ見てものすごいそこ行くまでの演出がもうほんと静かな立ちで俺はこういう流儀でこういうルールでいつもやってますとずーっとモノローグでねしっかりやった後にパスあっつってな殺し屋コントなのかなっていう で,で、ほら、その後もさ、まあ、いろんなこうリカバリーをしつつ、なんか、あのー、まあ、ミスったから、今度はなんか追われる立場みたいな感じになっちゃって、うんうん、でも、じゃあやらやら、やられっぱなしはなしだからやり返すみたいないで、ちょいちょいさ、おっちょこちょいじゃないですか。<laughs> <laughs> その、端々で、なんか、ね、犬ね眠らせようとして、なんか薬盛ろうとしたら、なんか犬の、 サイズ思ったよりでかかったなみたいなさ意 <laughs> があんまり良くなかったみたいな薬の,のみたいな, <laughs> なんかねそのやってることはすごく重厚な感じもして、うん、すげえハードボールドな感じなんだけどど,どっかしらコント感があるっていう<笑>,笑っちゃうんですよねなんかね面白いんですけどね <laughs> 普通ねちょっとまあ失敗したせいで、まあ、奥さんが何なのかな,なんかそれがボコボコにやられててしまって、うん <laughs> やろうって言って、そこから、俺たちからするとね、まあ、まあ、イコールのか、なんかわかんないけど、とんでもない無双をしてるかと思うと、なんかれで、すごく冷静にこうやって、じゃあ、相手を突き,と突き止めてとかやると、あの、結構反撃されるから、ポイント、ポイントでね、めちゃくちゃ鮮やかでいろんなことやってる、ポイントで、なんか、結構窮地に陥るっていう、その。<laughs> <laughs> 面白いよな まあ、フィンチャーがさ、すごいすごいって、映像作家としてすごいって言われても、まあ、俺とかはね、あのゲームとかし撮ってる人って分かってるからさ、途中から、あ<は>まあ、これはこの人流のなんか真面目なギャグなんだろうと思って、俺は見たんだけど、<laughs> <laughs> あくまあ、でも大真面目にやるけど、本当はこれはコントですよみたいな、ギャグですよってあの <laughs> <laughs> だって、やっぱ最初の殺しの失敗としたところは、俺、本当。 どぎも抜かれたけどね <laughs> そ。その後の、そのやっぱり、テキパクと片付け始めるだと。しかも、取り繕うように、シュッ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 ,シュッって、なんかね、綺麗にこうやって片付けてね。<laughs> それまでなんか、ね、何にもないところでこんな,なんかヨガとかやったりしてたじゃないですか。<laughs> <laughs> 心を落ち着かせるために、前振りが長ければ長いほど、やっぱそのシーン面白いですからね。<laughs> <laughs> 不思議な映画だったよね、これね。うん。ど <laughs> うあの、で、一応、まあ、あの、自分をね、失敗したからって、ちょっと痛めつけるとか、なんか、こあの、ちょっと、やった人たちをどんどんこうやって、なんか、あの、後をたどってね、あの、な、誰がこれ、依頼人で、誰がこんなこと言ったんだってことをずっと追ってくんだけど、それが終わったからといって、別に、あの、俺たちがこうやって、かっこいいわけでもなく、ただ、こうやって、あの、<laughs> どうしようもないとか、いや、 ごめん、そんなこと言ったけど、思ってなかったんだよっていう、なんかね。ガハハハみたいな、別にものすごい、いかにもなんか、あの、ま、金持ってるんだけど、いかにもでもないし、ああ、なんか、や,やりますよ、僕たち仕事ですからって言われたから、 じゃあ,あの、うん、そのぐらいで済むんだったら分かったお願いしますって言ったぐらいのなんかちょっと人 <laughs> <laughs> あ,くあくまでもなんかあの初,め初めてのお願いだったらしいですもんねそのルールとかよく分かんないからなんか言われるままになんかじ,ゃああじゃあそれであそ,のそのコースでお願いしますみたいなそう うウーバーお願いしますみたいな感じで、ちょっと <laughs> いやそういうオプションあるんですか、じゃあお願いしますって言ったせいで、<laughs> いやあの静かにもうもう決められた通りにやれ、落ち着けって言って、ずっと自分にい聞かしてる冷静な降車が襲ってくるっていうね <laughs> <laughs> かね。だからそ、そこまでの珍道中を我々わは見てるじゃないですか、依頼人はそんなこと、つ、ね、ゆ知らずですから。全然普通のね <laughs> ある日、ね、家帰ってきたら知らないやつが <laughs> 家にいて、お前をぶっ殺すみたいな感じになってるっていう <laughs> え。えっっていう、なんだかね、コメディじゃないですか。<laughs> <laughs> 笑,って笑いところがあの、それぞれの人のセンスに委ねられてるコメディーだよね、うん、<laughs> <laughs> どこで笑うか、<笑>,笑えないかはあな,たあなたが決めてくださいっていうだかね、<laughs> だ大体これちょうど2時間ぴったりぐらいでしたけど、うん、<laughs> 結構何回も笑いましたよね <laughs>、見ながら。<laughs> あ,のあんまりあの用心深くいろいろとね手順だったりとかルールとかね決めてしまうとあの一番最初でつまずくとどん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 だめになってくっていうなんかあのそういう映画ですよだからね <laughs>、まあ、きっとねもっと深い意味とかがあるんでしょうけども俺には分からなかった <laughs> <laughs> 何かしらすごいなんか壮大なテーマとかがあるのかもしれないけどねえ あのステイサムみたいにあの荷物に関心を持つなんてことを、それをね、ルールを破ってしまったことで大活躍ってことが何もないので、あのルールを守らないか <laughs> った俺がやっぱりよくないんだって,言って、ずっと何を言われて、あなんかこれであの巻き込まれた人間と殺し屋の間達、なんかドラマがあるんかって言ったら、うん、ありがとうって、ドーンって階段から突き落として。うん ルールをルールは決めた通りにやれとか言って、あの <laughs> 即興はするなってことをずっとやり続けるっていう。即興,即興が多いんだよな、本当に。<laughs> いや面白いね、これはね。まあ、ネットフリックスってさ、やっぱり、うん、あの今時の人が見る映画が多いから、大体、うん、いい俺、途中でね、はいあの、見るの疲れて嫌になっちゃうんですよ、しかもこのツ、うん、タブレットだからさ。 キラーは楽しかったね、なんかね。そうですね。目が、目が離せない。一体何が起こるのかっていうのが、全然分からないから。そうそう,そう <laughs> この後、何をしてくれるんだ、こいつわ分からないからさ。<laughs> 急にさ、最初の静かな、もうジャッカルの日みたいな感じで、治るからすると、ああいう,う、ね、沈着冷静です、もうミスを、もう即興はしないし、うん、決められたとおりやるっていうところから始まったんだけど、パス、あっっていったところから、これは、 もしかして今、最後はなんか、近接戦闘ですごいことやるのかみたいなさ、あの、いろんな、あの、勝手な盛り上がりとか、<laughs> あれ違ういや、なんだこれみたいなさ、そこは本当にアップダウンが俺の中であってさ、すごい楽しかったよこれね。近接戦闘ね、<laughs> 途中ありましたけど、も結構ギリギリでしたからね。<laughs> ガーみたいな、しがみつき系だからね、<laughs> 近接戦闘じゃないよ、なんかあ。<laughs> うわーみたいな。<laughs> 目が離せなかったね、そういう意味ではね。どうなるんだろう、<laughs> これ。本 <laughs> 当、そう、終わり方が分かんなかったっていうね、その <laughs> 話の。でただ、最後はうこう、ですよ。まあ、<ー>あれだね、あの、多分ね、これは一人で見た後に、 ちょっと自分のリアクションをね、どうだったのかなってことをね、この、今我々が二人やってみたいに、誰かと話した方がいいね、これね。キラーは。<laughs> うね、<laughs> どうだったって言って。それは、そういう映画かもしれないね、これはね。うんうん、いやー、なんでね、あのー、とにかく何かを語るってことは、すいません。あのー、何もないっす。<laughs> とにかく見て笑うなら笑えばいいしポカーンとする人はそのポカーンとされた自分の様を笑うべきだよねこれなんかね <laughs> <laughs> なんだよこれすいませんあのね ものすごいフィンチャーの映画だから、もうこんなことは、こんなことが実は何もないようで、実はこんなね、ものすごい広がる大会みたいな感じで、ものすごい情報があるんですみたいな感じで、もしね、のこのチャンネルであの期待してきた方がいらっしゃいましたら、本当すいません、なんか、そう。何が起こるか分かんなくて楽し、楽しかったという映画ですね。はい はい。まあそんな感じでね、今回は、えっと、デイビッド・ミッチャー監督になります、ザ・キラーを二人でね、あの、喋ってみました。もう感想でもないのこれ喋ってみました。はい。喋ってみた。はい。ということでね、またこういうね、ちょっと俺たちをくすぐるような映画がありましたら、また紹介したいと思いますので、あの、とりあえず皆さんの見るきっかけにはなったと思いますんで、それだけは自信に思って。<laughs> <laughs> 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 はい。そんな回でございました。はい。こんな感じでね。あの、頑張ってるチャンネルですのでね。ぜひ、あの、動画のいいねと、チャンネルの登録、な卒よろしくお願いします。はい。ということで、また次回何かの映画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。